私は急いでアパートの部屋に戻り転がっているはずの本を探したところがどこを探しても本は見当たらないあの時は土地狂っていたから壁に叩きつけたつもりがゴミ箱に捨てたのかもしれないだがゴミ箱の中にもなかったベッドの下本棚の後ろ他にも本が飛んでいく可能性のある場所を全部探したがやはりどこにもなかった あったはずの本がなくなるなんて。書店で達人の本を買ったところから、達人に商店街で呼び止められて、個人指導を受けることになったところまで、もしかして全部白昼夢だったのだろうか。あまりのショックに、私の頭が一時的におかしくなったのかもしれない。大体、あの達人だっておかしな人だった。あれはきっと現実じゃない、白昼夢だったんだ。 もし現実なら買った本が消えたりなんてするはずがない。そうだ、きっとそうに違いない。バカバカしい。達人に宇宙を味方につけて人生を大逆転する方法を教わるなんてありえないありえない。私もどうかしてたんだ。だけど、それにしてもよくもあんなすごい白昼夢を見られたもんだよな。ついでに彼の結婚も夢ならいいのに。 そう思ったら、急に涙が溢れてきた。私の人生って何だったんだろう。今までろくなことがなかった。男運はないわ、お金はないわ、出世もしないわ、お腹は出るわ。こんな自分がマジで情けない。一体どこをどうしたらいいんだよ。もう本当にお手上げだよ。へたり込んで、ボロボロ涙を流していると、 達人の言葉が頭の中でリフレインしたお手上げチちゅんはなこのオールを離して川の流れのままに運ばれることを許すことじゃそしたらわざわざ拝んでも宇宙が最適な場所に運んでくれる変な酔っ払いだったけどなんかいいこと言ってたなあの白昼 M の中で私はこれまでの私の生き方が うまくいいかかなかったたことを認めていた人にどう思われるのかばかり気にしてとにかく人並みになろうと頑張ってきたけれどちっとも報われなかったあれは本当のことだ私には宇宙なんてよくわからないだけどもしも流れに逆らうような生き方をやめれば宇宙が私をもっと幸せな場所に運んでくれるというなら運ばれてみたい その流れにも乗ってみたい。見たこともない景色が見てみたい。もう世間体を気にして生きるんじゃなくて、自分が心から楽しいと思えることをして、思い切り自分らしく生きていきたい。私もあと数年で50歳だけど、残りの人生は後悔したくない。そう思ったら、急に腹が据わってきた。いいんだ、あれが白昼夢でも。 私にどうしたらいいかを教えてくれる達人なんていなかったとしても、私がそういう生き方を選び取ればいいだけじゃないか。よし、やってやるなんだよ、達人に絶対服従みたいな誓約書なんてそんなもん書く代わりに、私の決意を忘れないための誓約書を書いてやる私は今後、世間体や常識にとらわれて生きるのをやめます。私は好きに生きます。 それによってどうなろうと何が起ころうと宇宙にお任せします。私はレポート用紙を一枚切り離しマジックを掴んで大きな文字で書いた。書き終わったらなんだか生成した。そしてあの本のことも達人のこともどうでも良くなってきた。自分の人生に責任を持つんじゃ。 その時だった。ヒャーヒャ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 。特徴のある笑い声が響いてきた。この声は、あの酔っ払いの声だ。幻聴まで出てきたなら、もう病院で診てもらうしかない。そう思って耳を塞いだが、あの達人が私の前に立っているではないか。あんた、さすがはどん詰まりのエリートじゃのう。その調子じゃ。 何がその調子なんですか全然意味わかりません。